こんにちは。限界ニュータウン探訪記の吉川です。私事ですが、8月の終わりにぎっくり腰をやってしまって、寝込んでいて仕事が大幅に遅れていたので、久々の動画投稿になってしまいましたが、よろしくお願いします。今回はちょっと軽めのネタです。ある土地の所在地を特定する資料として、当チャンネルでもよく紹介しているものに、いわゆる構図があります。僕は動画の中では法務局や登記情報提供サービスで取得した地図のことは、通常はひとまとめに構図と言っていますが、この構図にも種類があります。きちんと地籍調査や測量を行って作成された法14条地図と呼ばれるものは、その土地の範囲や境界などが正確に反映されているのですが、そうではない明治時代に作成された旧土地台帳付属地図などをそのまま今も利用しているような地域の構図は、境界も形状も実際の土地を正確に反映していないものが少なくありません。それでも測量図や現地に境界杭のようなものがあれば、構図が不正確でも境界の特定も可能ではあるのですが、その測量図もなかったり、あるいは測量図そのものがいい加減なものだと、どの地盤の不動産が実際はどこにあるのか特定できないという事態が発生したりします。構図の記載情報と現地の模様が著しく異なるエリアは、構図混乱地域、あるいは地図混乱地域と呼ばれています。境界が特定できないために、例えばインフラ整備などにおいても、工事が必要な箇所の正確な土地所有者を特定することができず難航するなど、様々な問題が発生してしまうものです。代表的な構図混乱地域は Wikipedia にも紹介されています。ただし、構図混乱地域のみを対象とした集計や調査は行われていないようで、全国的に構図混乱解消のための調査や測量は行われていますが、その正確な全貌はまだ把握しきれていないとも言われています。確かに構図がいい加減な地域というのは決して珍しいものではありません。先日公開した昭和のインチキ不動産広告の動画で紹介した分譲地も、構図はまるでデタラメ極まりないものでしたし、境界が不正確だったり、あるいは境界が確定していない引っかい未定地は至るところに存在します。構図の不正確な箇所など挙げ出したら、とても数え切れるものではありません。混乱地域とまでは言わなくとも、そもそも旧土地台帳付属地図の精度なんてその程度のものという認識が一般的です。さて、先日1万円の売り道路の動画で出した道路の残骸の所有権移転登記申請のために訪れた栃木県の宇都宮地方法務局大田原支局に、こんな張り紙が貼られていました。ご注意、那須町大和湯本阿座つむじが平213番の地内には位置不明、あるいは重複の疑いある土地が多数存在しますので、取引にあたっては十分に調査願います。なお、これら疑いのある土地については分筆等の表示に関する登記をすることができませんので、ご留意願います。那須高原周辺は今でも多数の別荘地がある現役のリゾート地で、夏の週末ともなれば秘書のための行楽客で大きく賑いますが、張り紙に書かれた湯本地域は、古くは奈良時代の文献にも湯治場としての記録が残る北関東を代表する温泉地の一つです。その湯本温泉周辺も戦後のリゾート開発ブームの煽りを受け、1960年代中盤頃より盛んに別荘地開発が繰り返されてきました。問題の湯本213番地周辺にも当時開発された分譲地は多数残されているのですが、それにしても位置不明、あるいは重複の疑いある土地が多数というのは穏やかな事態ではありません。栃木県在住の知人によれば、この張り紙は大田原支局の開局前、宇都宮地方法務局黒磯出張所があった頃からすでに張り出されていた記憶があるとのことで、おそらく20年以上前から出されているとのことでした。20年注意喚起が続けられているだけで、抜本的な解決には至っていないわけです。そこで今回は、この那須町湯本213番地に広がる構図混乱地域について簡単に調べてみることにしました。
まず問題の那須町213番地には現在閲覧取得できる構図そのものがない状態なので、那須町役場に出向いて問題の構図混乱地域の地盤図を取得してみました。その地盤図がこちらです。見ての通りぽっかりと引っかいが全く描かれていない空白地帯が出来上がっています。 Google マップで照らし合わせてみると、だいたいこの辺りでかなり広大な地域が空白となっていることがわかります。この一区画がだいたい100坪ほどあるので、気が遠くなるほどの広大なエリアで地権者の特定が困難になっていることがわかると思います。那須町役場の農林振興課の職員さんにお話を伺うと、この地域は今から半世紀以上前に開発ラッシュが起こり、当時は手書きの申請書での受付だったので、その申請処理に法務局が追いつかなかったのではないかと推察していました。分筆して販売された分譲地の図面上の総面積が実際の現地の総面積よりも上回っている申請が多数行われてしまったために、当時作成された測量図の区画を実際に現地に当てはめていこうとすると、どうしても実際の総面積に収まりきらない架空の土地が出てきてしまうとのことです。こちらが大田原の法務局で閲覧した昭和40年代初頭の那須町湯本213番地内における土地分筆申告書の原本です。213番地だけで1冊のファイルが出来上がるほど膨大な量になっています。薄い和紙に分筆した土地の測量図が記載されているのですが、この時代は現在とは分筆の申請方法が異なっており、このように分筆が行われるたびにその土地だけの測量図を添付した申告書が作成されて、これが受理されていたようです。冒頭で説明しましたが、もともと明治時代に作られた旧土地台帳附属地図は精度に難があることが多く、実際の土地の面積や境界が正確に反映されているとは言えません。ところがこの湯本213番地はそんな不正確な構図の面積をもとに、土地を分譲するたびにその都度分筆の申告を繰り返していった結果、いつしか実際の面積以上の存在しない土地まで分譲が繰り返されてしまったようなのです。土地に優先順位はありませんから、どこか特定の地盤の土地を存在しないものと切り捨てることはできず、結局該当の地域内で登記されている土地のすべてが地図上で確定できない状態が続いているわけです。では実際にこの湯本213番地まで行ってみることにしましょう。213番地のうちの一部は平和観光開発が管理する那須平和号分譲地という別荘地になっていて、この別荘地自体は今でもきちんと管理されている現役の別荘地です。この取材時、たまたまこの平和号別荘地のちょうど地図混乱地域に接しているところに0円物件が出ていたので、その見学も兼ねて管理事務所にも出向いてみたところ、やはりこの辺りには構図は存在しないとの回答をいただきました。実際のところ、この平和号のようにしっかり管理されている別荘地であれば、少なくとも建物に関しては現実にどこの区画の別荘が誰が所有しているのかというのは管理会社は概ね把握しているとは思うので、構図がなくても取引に差し支えがないといえばないかもしれません。しかし誰も使っていないような放棄分譲地となると、そもそも管理する人がいないのですから、購入した本人は自分の土地がどこにあるのか分かっていたとしても、それを相続した方などはもうその土地がどこにあるのかすら分からなくなってしまいます。では実際にその構図混乱地域に入ってみます。一見どうということない雑木林ですが、すでに映像の地域は土地の正確な所在地が不明になっているエリアです。もちろん持ち主がいないというわけではありません。この映像の両サイドの雑木林も少なくとも誰かが所有していて、その所有者さんの手元には地盤が記載された権利証もあるはずです。おそらく分譲当時はその所有地の案内図くらいは作られていたはずなので、今も部分的に境界杭が残されている区画も見かけたりします。しかしその土地が本当にその方の持ち物であるかどうか、今では所有者本人でも証明することが難しくなっています。境界があったところで申請書に記載された測量図をすべて現地に当てはめていこうとすれば、必ず余ってしまう土地、自分の土地が消失してしまう人が出てくるわけですから、
最測量を行えばどうにかなるというレベルの話ではありません。実際、この湯本213番地の周辺はすでに地籍調査は完了しているんですが、この213番地内だけは地籍調査を行ってもどうにもならず、事実上境界の確定が凍結されているエリアになってしまっています。そのためなのかどうか、歩いていると完全な放棄分譲地にもかかわらずフェンスで囲われている区画を所々で見かけます。もっと市街地に近い空き地であれば無断駐車などを防ぐためにフェンスで囲うこともありますが、正直この山の中ではフェンスで囲う意味もないというか、そもそも立ち入る人も珍しいわけで、これは無断立ち入りを防止するために囲っているのではなく、所有者さんにはおそらくこの手段以外にそこが自分の土地であることを主張できる方法がないのだと思います。擁壁もありますが、すでに舗装道路も雑草で埋もれ、人が立ち入ってる気配はほとんどありません。境界区に刻まれている文字を見る限り、ここは東証観光開発という会社が開発した湯本園という別荘地で間違いないはずなのですが、現地の正確な特定ができないので登記簿を見て確認することもできません。気になる区画があったとしても地盤図は空白で構図もありませんから、地盤の調べようがないのです。この湯本園は奥へ進むと急な下り坂になるのですが、その下り坂の突き当たり付近に朝雲新聞社様所有地と書いたパッと見外場みたいな木柱が建てられています。朝雲新聞というのはもともと警察予備隊の機関紙として創刊された新聞で、現在は民間会社の発行ですが、今も自衛隊内で購読されている軍事問題の専門誌です。那須高原とは全然関係ない会社なのですが、朝雲新聞社もやはり登記目的でこの土地を購入したのでしょうか。別のところでは雑草で少し見えにくいですが、朝上プレスセンター管理地と書かれた看板も見かけました。朝上プレスセンターは主に東京新聞や読売新聞の印刷を受け負っている印刷会社です。この土地もやはり杭とロープで囲われていますが、見た感じ何の管理もされていない雑木林です。那須高原は60年代から70年代にかけて膨大な数の別荘地が登記目的で買われていきましたが、個人だけでなくこのようによく名の知られた法人が購入していたケースも多々ありました。少し歩いていくと道路が大きく崩落している箇所がありました。すでに一部の舗装部分も宙に浮いているような状態で、歩くのもためらわれるような状態です。途中で寸断されている塩ビ管は水道管でしょうか。ここは別荘地ですから崩落してもしなくても結局道路も水道管も私有地ということで行政による補修は入らないのですが、おそらく今の時点ではこの道路が誰の持ち物かも確定していないと思います。分泌の状況からしてこの辺りの道路は誰かの私有地の一部分が道路として使われている状態なんですが、その誰かとは一体誰なのでしょうか。使われてなさそうな放置別荘も所々で見かけます。いつもの僕なら空き家と見ればすかさず登記簿を取るのですが、これもまた地盤が特定できないので確認することができません。先にお話を聞いた那須町役場の職員さんによれば、この湯本の構図混乱地域については現状では町として取れる対策は何もないとのことでした。税務課にも確認しましたが、地盤図の空白地帯は固定資産税の徴収もできていないそうです。職員さんは近年になって相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など相続に関わる様々な法改正が行われているが、この地域に関してはそれとは別の異なる対策が取られない限り、相続が進んでも土地の特定が困難になるだけで解決には結びつかないと語っていました。そんな湯本213番地ですが、測量によって自身の土地を確定させた所有者もあります。先に紹介した大田原の法務局に貼られていた張り紙の地図のうち、この斜線部分は後に2つの法人がそれぞれ自社で測量を行って構図混乱が一応は解消された地域です。その2社のうちの1社が大手警備保障会社のセコムです。セコムはこの那須町湯本213番地内の73,495 平方メートルにも及ぶ広大な土地を平成2年に取得しているのですが、
その際、当時の代表取締役を申請人、作成者に県内の土地家屋調査士を起用して、自社の購入地の地籍測量図を作成しています。そのため、協会が確定したセコムの所有地は、現在はご覧の通りフェンスで囲われて立ち入ることができなくなっています。実際のところ、フェンスの手前と向こう側で何か土地の状態に違いがあるわけでもなく、フェンスの向こうも荒れた山林がそのまま続いているだけなのですが、一応測量は行われているので、周辺にもセコムの名前が入った境界区がいくつか見られます。こちら側も道路の途中にフェンスが建てられて入れなくなっています。フェンスの向こう側にも道路は続いているのですが、セコムの所有地ということで立ち入ることはできません。私有地に入れないのは当然だとしても、しかしここで重大な疑問が湧いてきます。確かにセコムは自社で購入した土地の面積に基づいて境界を確定させたのはわかるんですが、この道路はもともと個人の持ち物だったのでしょうか。地盤図を見ると、セコムが所有する土地の中に、まるで島のように飛び地となった筆がいくつかあります。この飛び地のような筆も、登記簿を見るとほとんどはセコムが取得しているんですが、一筆だけ今もなお千葉県の女性が所有しているままの状態のところがあります。もしかしたら買い取ろうにも地権者の所在がわからなかったのかもしれませんが、仮に今この千葉県の女性が自分の土地に行こうと思っても、今は道路がセコムの柵に塞がれていてたどり着くことができません。異業地通行権というものがあるので、地権者の方であればセコムの土地をまたいで自分の土地へ行くことに法的な問題はないとは思うんですが、現実問題、道路はフェンスで物理的に塞がれていますからどうにもなりません。裏側からアクセスすれば柵がないところもあるにはあるんですが、やはりセコムの管理看板が立てられています。まあ何もないとは思いますけど、いくら権利者であってもやはりセコムと書かれた土地に立ち入るのは気が済まないのではないかなと思います。ちなみにセコムがこの土地を今後一体何に利用していくのかは一切不明です。さて、そんなわけで簡単に解説してきましたが、この那須町湯本213番地、現在も自分が買った土地が一体どこにあるのかわからなくなってしまっている地権者が大勢いるのですが、こうして歩いていて疑問に思うのは、果たしてここの山林の権利者として登記簿上に名を連ねている方々の皆が皆ここの所有者であり続けたいと考えているのだろうかという点です。当時お金を出して買った本人であれば、自分の土地がいつの間にか消滅してしまうことに納得ができないのはわかります。そのために213番地内には今も各所に柵やフェンスが設けられているわけです。しかしここの山林が盛んに分譲され始めてからすでに60年の月日が経過しており、今はもう多くの土地で相続が発生しているはずです。だからといって人の所有地を勝手な判断で消滅させることはできないにしても、この際私の土地なんか消滅しても構わない、あるいは何だったら再測量して俺の持っている土地を消してくれという方も、もしかしたら今はいるんじゃないのかなと思いました。実際今のこの状態では、この湯本213番地内の土地の地権者さんは境界を確定させない限り、今年の4月に創設された相続土地国庫帰属制度を利用することもできません。建物がある区画は事実上の所有者が判明しているので、今後も利用は続いていくと思いますが、土地に関してはこのまま放置されたら、おそらくもう誰も所有者を特定することができないエリアになっていくと思います。ご視聴ありがとうございました。お知らせです。10月1日の13時より、新宿ロフトプラスワンでアジア系旅行作家で、現在はシックスサマナの編集長を務めるクーロン黒沢さんとトークライブを行います。お時間がある方はぜひお越しください。詳細は概要欄に記載してあります。よろしくお願いします。